若様、私たちは最後の資本人なのですよ。本当に皆を追い出されるのですか？誰が心配せずとも自分の世話くらいできる。まだお小さい頃に奥様が亡くなられ、今は旦那様まで残されたのは若様ただお一人。もうこれが最後。楓原家はついに拙者の代で解体してしまった。 だが父上の言う通り、生活に縛られてはならぬ。かような放浪の身が拙者には合っているのよ。神の目は神の視線から来ているそうだ。ああ、俺も持っている。だが神の眼差しを向けられるのは 必ずしもいい言葉かりじゃないよな。かもしれない。家を離れてからというもの、 訳など聞かずとも、メガリレーに抗う者たちの気持ちはわかる。願いは我々の心に隠された最も純粋な力、失ってはならぬ。
やむを得ない時が来ればここを立つでござる。将軍様は御前試合をされている。者ども続け。前途多難な流浪の旅になると承知で、それでも行くべきか。いずこへ、そしていかにして。お前が楓原か。父は本でモンドの景色を読んだ。拙者はどこへ行くべきであろう。空が陰った。降りそうでござるな。おい止まれ。抵抗すると痛い目に遭うぞ。そうか、この雨が止む時は。があそこにいるぜ。